2月3日東近江市北菩提寺の集落を押立神社へ向かうカメラは次第に胸がときめいていくのを覚えていた。そう、60年に一度というお祭りの踊り、土家踊りが披露されるというんだ。カメラが胸を弾ませるのも無理はない。押立神社の大門が見えてきた。足利時代の延文2年およそ650年ほど前に作られた大門、重要文化財である。およそ1000年前に小結びの神、イザナミの神をお祭りして以来、北菩提寺の氏神様として大宮さんと呼ばれ崇められてきた押立神社。その本殿は鎌倉時代の建保3年1216年に造営されたもので、これもまた重要文化財に指定されている。この日は2月3日、拝殿では節分祭と今年還暦を迎えた氏子衆の幸せを祈願する神事が行われた。その後、神楽殿で年男年女の奉仕で福餅福豆まきの神事と節分の行事があった。さあこの後だ、いよいよ60年に一度の奇祭、土家祭りの時に踊る土家踊り奉納の時が近づいてきた。土家の土家の湿気の家という囃子に合わせて踊る。この踊りはなんと60年に一度古式にのっとって押立神社の春の大祭の時に行う大行列の土家祭りの風流の囃子物なのである。ところで土家祭りが行われたのは昭和46年1971年4月の24日だった。60年に一度だから次は平成43年2031年なのである。60年に1回、つまり土家祭りは還暦にならないと行われない。そんなに長い間待っていられない、なんとかこの踊りをというわけで、20年ほど前に土家踊り保存会が生まれて各地で披露してきた。今40人ばかりの会員で若者の育成にも力を入れて、何としてでも土家踊りを伝承し平成43年の土家祭りを迎えたいと思っている。土家祭りは祭神を押立神社にお迎えした時のお当たりの行事が残ったもので、格式の高い氏神様を迎えた喜びが踊りになって神様をおもてなししたのだと言われている。ところで土家祭りの土家というのは道家から来たとか、あるいはまた、いやー神様のお通りだ、土家土家から来たものとか、まあいろいろ言われているが、それは定かではない。しかしカメラはいつまでもこの土家踊りに魅せられていた。